秋を感じさせる心地よい時間からおよそ7時間後、熊本市では気温が35度を超え、1週間ぶりの猛暑日となりました。熊本市は今日も気温が上がっています。この暑さの中、子どもたちが楽しんでいるのはこちらのイベントです。熊本駅前で今年初めて開催されたウォーターパーク。大きなプールにスライダーもあり、子どもたちは大はしゃぎです。気持ちいいです。一方、見守る大人たちは、扇風機日陰だからすごい涼しいです。冷たい飲み物飲んで子どもが楽しそうなんで大丈夫です。暑いですね。今日の熊本市は最高気温 35.6 度、また玉梨大明で36度、甲佐町でも 35.1 度まで上がりました。